何をしとんねん。レベル上がる。ありがとうございます。50しかも若ちか若ちかお願いします。ヴィンテージ酒井のローマに泊まろう、好評配信中。ドンゲバビー、エンジョイパチンコライフ。はい、こんにちは、マーサです。本日は景品獲得バラエティダシマの撮影ということで、茨城県にございますビッグマーチつくばサイエンス店さんに来ております。今日の景品獲得バラエティダッシュマンは1時間500枚もしくは2500玉のルールとなっております。いつも通りね、たくさん出玉を出して素敵な景品に交換をして皆様にプレゼントする番組となっております。最近結構ね、勝率というか景品のね獲得率高いので、今日もね張り切っていきたいと思いますので、早速店内に入ってまずは景品コーナーを見ていきたいと思います。行ってきます。景品コーナーやってきました。景品の方選んでいきたいと思います。わあ、ここはいきなり食品ですね。ありますよ、ビッグマーチさんおなじみのサンキューラーメンと、こちらの横のサンキューアップヤードって読むんですかこれあのゴルフのやつですね。ビッグマーチさんといえばサンキューですよ、サンキュー。ここポイント欄で覚えておいてくださいね。あとは、おもちゃとかがありますね、お子様向けの。で、こっちがなんていうの、アメニティ系ですね、バスソルトとか。こういうの女の子ね、好きですよね、かわいい。そうそう、ビッグマーチさんはね、高額商品っていうんですか、大物系はじゃん、こちらのね、特選商品カタログから選ぶ感じになってるんですよ。なので、ここからね、選びたいと思います。500枚、303枚、226枚、3段階で分かれてるんですけど、やっぱりね、ガツンと大物狙いでいきたいので、500枚の景品ですよね。ここから選ぼうっと。やっぱ電化製品系が嬉しいですよね、もらったらね。結構時計とかカバンとかもあるんですけど、こういうのデザインとかでね、好みあるしね。電化製品にしようかな。あ、これよくないですか、これツインバードハンディイオンスチーマー。これ多分あの壁に衣類をかけてそのままアイロンできちゃうやつですよ。しかもテカリや静電気、防虫剤やタバコ臭対策に おすすめ。これ便利でいいですね。よっしゃ、これに決めた。今日のダッシュマンはこのツインバードのハンディイオンスチーマー、こちらで行ってみたいと思います。頑張ります。はい、それでは実践機種選んでいきたいと思います。もうね、早速店内入って超かっこいいんですよ。見てください、ガロードってなってて、ガロの装飾がすごい、超かっこいい。いやー、ガロ道って書いてガロードですよ。ちょっと歩いちゃおうかな。すごいですね、超キラキラ。しかもすごい出てる。あ、ガロドリンクもすごいほら、かっこいい。あ、ちゃんとこれも景品で置いてあるんですね、ガロエナジードリンク。そしてこっちが最新台のゼロの方ですね、かっこいい。ちゃんとゼロの道の方はゼロに合わせて鎖がシルバーになってますよ。すごいね。まあ、ちょっと空いてるよ、台。どうしよう、打ち単位でも1時間しかない。しかもマックスだし当てられない可能性もありますもんね。いやー、出玉がすごすぎて通れないです。すごいね、これ全部ゼロですよ。結構大量にね入ってるんですね。今日は1時間しかないのでガロコーナーは諦めます諦めて、とりあえずノーマルタイプかな。
やっぱダッシュマンなので確実に景品として帰りたいですもんね。てなわけで、じゃあスロットコーナーに行きましょう。そう、やっぱね、ビッグマーチさんといえばジャグラーもしくはオキスロのコーナーですよ。30杯のコーナー、そう、すごいね、台数も多いし稼働もね、いつもすごいんですよね。どうしよっか。あ、オキドキもあるんですね。あ、オキドキワンボックス、すごい、地域最大級30杯コーナーですもんね。それすごいわけだ。そしてこっちがミリオンゴッドの最新作のミリオンゴッド神々の凱旋ですね。わー、すごいね、さすが神様、幅利かしてますねすごいよ。ゴッドはちょっとね、1時間持たないからやめようね。ノーマルですね、やっぱりね。ジャグラーかな。こっち見ていこうかな。じゃあといってもね、結構ね、空き台が少ないんですよ。空いてなくて、わあすごい、3箱。本日この台最高記録3947枚、すごいですね、4000枚ぐらいあるんだ。わあ、結構海水ついてる台多いですよ。空き台から選ばないとですね。どうしよう、花々も見ようかな、ちょっとね。おー、すごい、わー、合成97分の1だったよ、すごいね、4800枚、5000枚ですよ、すごい。あー、ビッグおめでとうございます、すごいね。いやー、困った、ジャグラーかな、やっぱりね。ちょっとまだね、回ってなくて分かんない台が多いな。あ、これ空き台の中で一番いいよ。5144分の1でビッグが238分の1のレギュラーが368分の1、悪くないね。これにしようかな、ブラックパネルかっこいいしね。よし、じゃあこれにします。今日のダッシュマンはこちらのニューアイムジャグラー EX で必ず景品を取って帰りたいと思います。頑張ります。はい、というわけで今日もダッシュマン、みんなのために景品取れるように頑張りたいと思います。よし、お願いします。目指すは500枚のスチーマーなので、目標はビッグ2回ですね。もうビッグ2回引いたらもうね、サクッとやめたいぐらいですねこのデータだったらきっとね、いい台なはず。そう、そう信じて打ちましょう。そう、しかもニューアイムジャグラーのこの黒のパネルバージョン、あんまりね、お目にかかれないのでかっこよくていいですよね。おー隣だった、すごいでかめの吸引ですね。すごい、なんかね、ダッシュマンの撮影多分私1ヶ月ぶりぐらいとかかもしれない。結構久しぶりだな、そう考えると。なおさらなんか取って帰んなくちゃという使命感ですね。ブドウの音がすごくいいよ。すごい、50枚ピカですよ。やりました、単独だ。これがビッグじゃないとダメなんだよな。お願いします。やった、やりました、よかった、ビッグです
や私いつもね少ない投資でノーマルタイプでねメイク引けるときはね結構調子いいときが多いんですよ。いや今日もこのまま2連3連4連5連ぐらいする気がするな。今日面白いもの見つけましたよ。カメラをこっちに、ほらここにある全部のジャグラーの大当たりをまとめてるんだ。あそこですごいね、面白い。よしやりました。目指すはあと3ペカですね。頑張ろう。一応ねジャグレーンと言われているのが100ゲーム以内に当てることなんですけど、ダメですね。96ゲームだよ。そう、そういえばね一つ疑問に思ってたことがあって、ジャグラーのイントネーション、そう私的にはジャグラーなんですよ。でもジャグラーっていう人もいればジャグラーっていう人もいるし、どっちが正しいんでしょうね。どうなんだろう、好みそう私のね周りの友達たちはみんなねジャグラーって言うんですよね。ゴーゴージャグラーしょ。どちらなんだろうね、わかんないよね。今度北天さんに聞いてみよう。あ、私がハマってる間に横のカウンター増えてるよ。845になってる。これ900いきそうだよね、頑張ればね。みんなで力を合わせてさ。わー飲まれちゃう。せっかく早く当たったのに。わー飲まれちゃったよ。せっかく早く当たったのに。追加としても大丈夫。まだね上限はたくさんあるから、時間内にたくさん当てればいいだけですからね。絶対ね悪くない台だと思うんですよね。だからね信じて打ってみる。おー、びっくりした。すっごいびっくりした今。236回転です。すごい今ね素のリアクションしちゃったよ、びっくりした。スノッチだね。ここはビッグがいいな。お願いします。レギュラーだだよね。とてもちょっとビッグが当たりすぎてたから、ここにレギュラーが出てくれるとさらに信頼度がね増すのでいいと思う。この辺りで波が変わってね連チャンしてくれることを祈ろう。よし頑張ります。再び、そう私結構ね人より大きい音にびっくりする傾向があって、すごいねオーバーリアクションしたんですよ。わーって気持ちちょっと距離取ってる。もう恥ずかしいんですよね一人でいるときにそれをやっちゃうと。あしかもそんなこと話したらなくなっちゃったよ。追加投資です。いやさっきのレギュラーの持ち込みでつながればよかったんだけど。わー追加投資。中身4とかなのかな、ね、なんかビッグとレギュラーの当たり方見てる感じ悪くはなさそうだからさ。でもね1日しっかり打たないと分かんないんだよね、データだけ見て判断してもさ。わー
姿をして、あと5分くらいしかない。もうどうせあと5分くらいしかないので、ここで光らせれたらもうね、ビッグであろうとレギュラーであろうと、もうすぐ流して景品に変えたいと思います。鈴木奈々さんになったんだよね。そう、至る所にね、可愛いんですけど、なんか元気なところがなんかね、私ね、通ずるものがある気がしちゃって。あ、顔とか全然違いますよ、もちろんね。奈々さんの方がもう500倍ぐらい可愛いからさ。でもなんかそのあの元気っぽさがね、なんかね、通じるものがある気がするんですよ。そうなの、一回会ってみたいな。200までは回そう、200まで 回します。あー、ラストかな、これでラスト50枚だね、時間的にさ。最初にビッグ引いた時にさ、少ない投資でビッグを引けた時は連チャンいつもしてるから大丈夫みたいなこと言ったのが良くなかったですね、絶対ね。あのセリフだ、絶対もう余計なこと言わなきゃよかった。やっぱそういう気持ちで打ってるとダメなんだよね。ラストゲームです、ラストゲーム、お願い。あー、終了です。ごめんなさい、全部飲まれてしまいました。景品獲得ならずです、すいません。実践終了です、すみません、何も景品をゲットすることができませんでした。というわけで、今日の景品獲得バラエティダッシュマン、ニューアイムジャグラー EX を打ったんですけども、当たったんですよ、当たったんですけども、全部飲まれてしまったので、獲得した景品はゼロということで、いやもうね、絶対にね、いい台だったんですよ、いい台だったんですけど、一つ言い訳をするならば、時間がね、足りなかったかなって思いました。まあ、きっとね、この後も打ってたらビッグ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 プラスになって終わってたはずだし、まあ、タラレバを言ったらキリがないんですけど、まあ、結果ね、私の腕不足ということで、次回はこのようなことのないように頑張りたいと思いますので、引き続きもよろしくお願いします。すみませんでした。というわけで、本日お邪魔しましたビッグマーチつくばサイエンス店さん、この動画が配信される頃には新台ということで、 CR フィーバー宇宙戦艦ヤマト、そしてスロットコーナーにはゴッドイーター、その他全8機種41台、こちらの方がね、導入されているということですので、お近くにお住まいの方、ぜひぜひ遊びに来てくださいって感じでね、最後は元気いっぱいに締めますけども、もうね、くよくよしててもしょうがないので、次回のダッシュマンは元気いっぱい張り切って、たくさん景品をゲットして帰りたいと思いますので、続きお楽しみにしててください。それでは次回のダッシュマンもお楽しみにね、またね、またでした。VTube はこんなに楽しい！人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる！人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 VTube ダウンロードしてね。えいえい。